こんにちは、日本改革徳津澤です。チャンネル登録よろしくお願いいたします。河野太郎がですね、何年か前にですね、参院選後に根も葉もない日本端子とかのデマを流す変なネトウヨを、参院選後に訴えて懲らしめるぐらいのことを、イキりまくってた動画が発掘されておりました。変なネトウヨって私のことだったようです。靴沢はネトウヨって言って事なきを得たのかな。気持ちがすっきりして勝った気分になったのかな。で、懲らしめてやるぐらいのイキり倒したあの動画に残ってんのに、なんで本人証言拒否して出てこねえの。そんなね、私を懲らしめたいんだったら本人出てこいよ、逃げてねえでさ。明日非公開で第4回裁判、私出ます。裁判官の強い要望で私も出るっていうことになったんですけれども、私は素直に出ていくのに河野太郎は拒否している裁判に出ることを拒否している。なんで懲らしめてやるんじゃなかったの、いきり倒しといてそのざまですかっていう、このことも明日裁判官に言っちゃおうって、言い切ってましたよって動画で、懲らしめてやるぐらいの勢いで、日本端子が中国で3社も経営できてるのはデマでもなんでもないんですけどね、言っちゃおうもんね。山田義彦、東海大教授、世界中の海で中国漁船が人権無視のなりふり構わずで乱獲しとる。日本の18倍から20倍も乱獲してる。海洋汚染で中国近海の魚は食えないので遠征する自業自得じゃないかな。特に南米チリからエクアドル沖で乱獲が目立つ。中国人は3年も船上で働くが日本なら労働基準法違反だ。これ3年間ずっと船から降りねえでって、いや非人道的ですねこれ。欧州で売るタコを乱獲し日本にタコが入ってこない。中国共産党が作らせた大型漁船が海軍の石膏隊の役割を果たしている。漁船がいる海域には人民を守るという名目で海軍も行ける。中国漁船がいるところ人民軍がいつ現れてもおかしくないと。かあ、そんなことになってんのか、知らんかった。相変わらず世界中に迷惑かけてますね。世論です。世界の皆さん、また中国が悪いことしてますよ。日本の海産物は輸入禁止にしたくせに自分らで取ると安全になるのか。なんか魚の中華料理ってパッと思いつかないんだけど、日本は中国漁船対策したおかげで今年のサンマはいっぱい取れてるそうだね。公海にもルールはあるんだが中国人は理解しない。中国共産党が汚染水とわめき散らしたせいで人民が魚食わなくなったそうだ。漁師の大量失業も笑って見てればいいわ。まあ売るためにとって、食うためじゃなくて売るためにとってるみたいなのね。持論ですけど、人類持続させたいんだったら、中国経済の妨害が最も効果的じゃないか、っていうのが持論であります。私、中国は日本の約10倍、二酸化炭素出してるんですね。中国106億トン、日本9.9 億トン、約10倍強の二酸化炭素1年間で排出してるんで、日本が必死で半分に、5億トン減らすよりも中国経済妨害してですね、連中の二酸化炭素排出量を 5% 減らした方が現実的だし楽だし、どんなに頑張っても半分にはできないかもしれないし、日本はだから中国経済妨害した方がええんだよな。これぞ真の SDGs、 持続可能な社会じゃないの。海洋汚染で中国近海の魚は食えなくなったので遠征、どっからどこまでも自業自得で勝手な真似してますね。タコとんのも、自分らが食うためじゃなくて欧州に売りつけるためなんだって。スペインとかで日本食流行ってタコの需要が増えてるそうであります。それで日本に入ってこなくなったって大迷惑ですね。ほんとやっぱ中国はどっからどこまでも敵国ですね。中国共産党の犬の河野一族も敵ですよね。昨年の米の作況指数は 101% で例年並みというか、ちょっと多い。1993年の大凶作の 74% とは状況が異なると。米は取れてる
例年並み、今年7月8月2ヶ月間の米の販売量はですね、昨年同時期の 135.1% 販売されている、3割増しで、全体量とすれば昨年より変えている 35% がどっかに消えているって言うんですよ。なんじゃそれって、世論です。マスゴミが連日ニュースで米が足りないと煽るからだろう。マスゴミが煽るから必要ない人まで買ってる。メルカリに大量に売ってたぞ。メディアに煽られた暇な高齢者が買い占め。どうせ余計に買っても虫が湧く心配したり面倒なだけなのに。これ備蓄米は玄米の状態で備蓄されてるそうなんですよ。で、精米、皮剥いじゃうとやっぱ虫湧いたりですね、酸化してったりして、まずいっていう話なんですけれども、スーパーにはあんまり置いてないのは事実。そりゃ1年の中で最もない時期だし、まあ昨年の米、今年の新米出る直前、昨年の米を食い切る、時期ですかね、8月は。マスゴミのあの大騒ぎの真意が知りたいと、不満を煽ってあわよくば暴動を起こさせ、中国が侵略しやすいように不満を煽って、備蓄米を放出させて日本の蓄えをなくさせるマスゴミの算段と、物流専門家の意見、某社バイヤーとお話ししたけど、原因は間違いなくパニック買いの高齢者だって見解。朝から並んでるのは高齢者ばかり、毎朝2時間も経たず、完売と、これプラス転売ヤーが群がった結果でしょうね。米ねえんだって高く売れそう、転売ヤーメルカリには あるそうなんで、スーパーにはないがメルカリには大量にある、高値で、で買わねえっていう、誰もテレビでないない煽られるといても立ってもいられずスーパーに走ってしまう暇な高齢者と、私の動画見れてるようなんですね、エリート高齢者とは違いですね、テレビに操られ放題ですね、これ。テレビに操られ放題。35% も、そういうね、高齢者宅と転売屋宅に積み上がってんでしょうね、これね。操られた高齢者さんたち、50キロも100キロも買っちゃって、1年かけて食べるようですかね。あっという間に来年の新米出る時期になっちゃってですね、今年は今年の新米食えないね。テレビ局の中の外国人はバカな日本人が踊ったってさぞかし腹抱えて笑ってることでしょう。マスゴミの煽りの目的はいくつか思いつくんですけれども、社会を混乱させ中国の侵略を容易にしたい、あわよくは暴動を起こさせたい、備蓄米を出さない自民党ガーをやりたい、備蓄米を保守させ米の値段を暴落させて、ただでさえ廃業が多い米農家と米農業を崩壊させたい、自分たちの煽りがどこまで通用するか試したい。まあこんなところですかね。 4% ぐらいが煽られて普段の10倍買えば、普段5キロの時50キロ買えば、35% は消えてなくなりますね。まあ 4% ぐらいはまだまだテレビが騙せるんでしょうね、煽られちゃうんでしょうね、 4% ぐらいの判断力が鈍った方はね。あと数年でこうしたテレビがやりたい放題もなくなると予想いたします。なぜなら煽りが通用する高齢者がスーパーに走れない年齢になってくるから、朝早く並べない年齢になってくるから、 あと数年でこういうのもなくなるなと思います。自民党員数2022年度末1124763人、2023年度末1091075人、1年で33688人減少、 3% 強減少。岸田総理、金子康史、これで康史って読むんだ、全然読めねえ、組織運動本部長と面談し、党員の獲得に向けて信頼回復をしながら頑張ってほしいと指示。もうすぐ辞めから人事ですね。まあ岸田総理って万事が万事人事なんですけどね、ポワーンとしてね。世論です。言うだけなら誰でもできんのよ、クズメガネ。減ったのはお前の責任だぞ。自分でどんどん減らしといて、周りにもっと増やしてこいって。マスゴミとネット工作員にやられ放題。自民党員のメリットって何？党員だったらパーケン買わされるから。高市さんなら安倍総理のように安定するのに。党員数の増減で選挙結果がかなり予想できるんだろうな。
自分の失策で党員減らしたんだから、まあ頑張ってって言うしかないわな。裏金発覚した時にですね、厳しい処分下してれば今の状況もっと良かったんじゃないの、こんな風になってなかったんじゃないの。公家集団岸田派、そんな武断政治ができるわけもなくできない、他にも国保増税、再エネ増税、森林環境税、LGBT、韓国と接近などいろいろありますけれども、まあ保守層激怒案件もテレビしか見ない人はあんまり影響なかったしね。自民党総裁選の陰でひっそりと、立憲代表選も進行中。9月23日の投開票出されます。枝野幸男と野田佳彦のどっちかになるみたい。泉健太も一応出てんですけど、無理らしい無理っぽいらしい。これで7月29日生まれ、私と岸田総理と C 和夫と泉健太、7月29日生まれなんですけど、全員代表辞めちゃうなっていう。岸田総理はもう出ないって言ってるし、 C 和夫は引退しとるし、泉健太はもうすぐ引退みたいだし、代表ね、なんだろうな。見飽きた顔ばっかりで人材が本当にいませんね、立憲ね。野田佳彦と、枝野だって、人材なら豊富なのにね。まあもともと枝野党なんだから、枝野もでいいんじゃないの。枝野幸男、投票率を上げることが重要だと思っていて、投票率を上げるために電子投票、スマホからの投票は上司や親に投票先を強要される恐れがあるので、投票所を山ほど作って電子投票はっていうATM みたいなのを設置するっていうのかな。投票率を劇的に上がれば日本の政治は大きく変わる。まあそりゃ変わるでしょうけれども、枝野に有利にはならないんじゃないかな。あとね、ハッキングされる可能性をゼロにすること、何やっても不可能ってすでに結論出てますね。記録データの改ざん、の可能性をゼロにすることはできない、不可能って結論も出てますね。外部からの侵入だったり、運んでる途中に手動でピッピと改ざんしちゃったり、可能性をなくすることできないですね。世論です。投票率上がってもお前の票は増えへんぞ。お前らが選挙で勝てないのは投票率が低いせいじゃない。そうなったら多分立憲議員の議席減ると思うよ。バカは死ななきゃならないって本当。投票率上がると組織票が弱くなるから、連合が母体の立憲は今より不利になるけど、投票所を山ほど作るイコール選挙費用がかさむイコール増税、なんで投票所が増えると投票率が上がるんだ。誰に入れても同じ、誰に入れたらいいかわからないって人は家の隣に投票所があっても投票しない。電子投票はインチキの可能性排除できないからダメです。共産党が政権与党になっちゃったら日本滅びるよ。投票に行かない人っていうのは現状に不満がない消極的な与党支持者か、自分の一票の威力を知らない人なんで、ほっとけばいいんだねえの。そういう人にはですね、なんか変わりそう、投票に行けばって思わせることができれば投票率は上がるわけだし、枝野は増えた票がそっくり自分のとこに来るって勘違いしてないか。投票率が低いのは勉強や仕事や恋愛や遊びで忙しい若者層。これはっきり出てますね。高齢者の方が選挙に熱心っていうのははっきり出てますね。若者層は自民党支持が多いんだぞ。自分らの連合組織票が薄まったら不倫なんじゃないの。組織票を薄めてですね、公明党を減らしたいっていうんだったら賛成ですね。ガジガジの組織票勝負の、共産党も半減するんだろうな。そうなったらアメリカの民主党もなぜか同じ思考でですね、不法入国者に投票権を与えたら俺らに投票してくれるって思ってる節あるんですけど、そんなこと全然ないのにね。今日の単身です。人が亡くなっても道義的責任って何ですかって鬼畜、佐藤元彦兵庫知事、椅子、レゴ、靴、柿、ワイン、革ジャンの受け取りを認める、あと自転車100万近い高級自転車なんかももらってたみたいですね。何でも欲しがる、全部欲しがるって精神病のですね、食い尽くし系って精神病あるんですけれども、これの物品版ですかね。
とにかく目の前にある食品を全部食わないと気が済まないっていう精神病はあるんですけど、サイコパスじゃなくてそんなとこまで病んでるなんてね、けどこれ県民からの賄賂にならないのかな、お代官様、山吹色の菓子でございますみたいな、そうならないのかな。アメリカで最も信頼できる中古車調査実施、1位レクサス、2位トヨタ、3位マツダ、4位アキュラ、日産ですね、5位ホンダ、日本勢が上位を独占してしまう、圧倒的ですね我が軍はね、ボルボが15位ぐらいでしたね、韓国の自称慰安婦1人の死亡が発表され残機は8機になりました。終戦から今年で79年、その時10歳でも89歳、15歳で94歳、過酷な目に遭わされたと言ってる割にすごい長生きじゃない。まあ全部嘘なんですけどね。というわけで、明日裁判頑張ってまいります。非公開、なんで、結構言いたいことを言ってきちゃおうかな裁判官にな、思ってる。私はこうやって出てきてるのにこの太郎が出てくるっておかしくないですか。原告なのになんで逃げ回ってるんですか、って言ってきちゃおうかなって思っております。デトックスジャパン。